ングライン。昨日マイオジョーノを奪い返して、いよいよ連覇に向けて動き始めました。クラエディオキアプッチ、山岳王の意地にかけても今日のアルプスは絶対に譲れない。マイオグランプール赤玉ジャージの動きに注目したい。パスカル・リノ、10日間守り続けたマイオジョーノは失ったが、 RMO の福永は現在フランス勢ではトップの総合4位。昨日大崩れしたかつての覇者グレッグ・レモン、宿敵インデュラインに遅れること50分。奇跡はもう二度と起こらないのか。ステージ14。今日は数多くのドラマを生み出しましたラルプデュエズを目指します第14ステージということになりました。現在ガリビエ峠をご覧の吉祥里 GBMG の選手が、おっとここで落車です。落車、2人ぐらいの選手でしょうか。おっと歩かしてる福井さん、はい、ブーニョですよ。ブーニョですね。これ、はい、多分逃げてたとこだと思うんですけれども、はい、これ山岳ステージは人間にも機材にもダメージ大きいですからね、この先どうなるかちょっと心配です。さあ、追いかけておりましたブーニョがなんと落車です。そしてそのすぐ後にご覧のような大集団がそのブーニョたちを追いかけているというところなんですけれども、それではこの辺りでですね、昨日までの個人総合成績をご覧いただきたいと思いますが、昨日インデュラインがマイオジョーノをついに来ました。そしてキアプッチがその後に続きます。そして今落車をしましたブーニョ、4分20秒インデュラインに遅れています。そしてリノです。リノは7分21秒4位というところですが、フランス勢ではトップ。そしてデルガド、さらにですね、ずっと続いていくんですが、なんとレモンが41位、50分53秒とインデュラインに遅れてしまいました。果たして今日どんな活躍を見せてくれるのか、この辺りに期待したいところです。さあ、それでは今日のコースをご紹介してまいりたいと思います。アルプスの山岳コース3日目に突入しました。今日はツールドフランス最大の難所と言われておりますラルプデュエズを目指します。昨日のゴールイタリアのセストリエールから国境を越えてフランスに帰ってくる全長 186.5km のコースです。そして今日のコースの断面図です。途中超級カテゴリーの峠を3つも越えます。 2640m、 さらに 2067m、 そして最後の峠がここラルプデュエズ 1860m です。今年で18回目を迎えましたここラルプデュエズ、果たしてどんなドラマが待っているんでしょうか。どんなドラマを生み出してくれるんでしょうか。楽しみです。さて、今日の放送席にはですね、日本のトップロードレーサー、現在ヨーロッパで大活躍中の浅田明さんに、先日に続いてお越しいただきました。浅田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。浅田さん、まあ、プロの立場からしてですね、はい、この今日の見どころ、どんなところに置かれてますか。そうですね、レースは山岳ステージに入ってきましたから、はい、平坦のレースと違って、集団の中で後ろについて休むってことはできなくなってきました。そうですね、ですから今度は抵抗になるものが山岳の勾配ですね、はい、ですから途半力と途半力の勝負になってくると思うんですよね。そこら辺に注目して行きたいと思います。はい、決して楽ではないコースなんですね、はい、さあ、そして、現在のジャージをねちょっとここで確認しておきたいと思いますが、マイオジョーヌはインデュラインプロローグ以来マイオジョーヌを昨日奪い取りました。そして、マイオベーラムサヨですね。そしてマイオグランプール山岳賞はキアプツというところなんですが、福井さん解説よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、福井さんね、福井さんはどんなところに見どころを感じてますか。そうですね、やはりタイムトライアルで無敵の強さを誇っているインデュライン、はい、昨日いい走りを見せてくれましたよね、彼に対して総合優勝を狙っているキアプチブニョ、これらの選手がこの3位5のチャンスともいえる山岳ステージでどんな走りを見せてくれるか、それと同時にデルガド・フィニョン、ロヒといったかつてのリーダー格の選手、ベテランで、彼らがかつての走りを放出させるような活躍をしてきましたのでね、それらの走りも楽しみです。はい、というところなんですけれども、先ほどのブーニョの落車ちょっと気になるところですね。すでに50人がリタイアしております。今年のツールドフランス148人がラルプディエズを目指しています。この放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします。さあ、第14ステージラルプデュエズを目指します最後の上りのところに入ってきました。まあ、これからがまだまだ長いということですが、前を行っておりますのはキャプッチ、その後インデュラインが続いております。
その前にですね、3分ほど前に5人がいるというところなんですね、ピーさんね。そうですね、この5人が先ほどから逃げてるんですけれども、はい、この差がなかなか縮まりません、後ろの方の集団の中にはインディライン、キャプーチン、それと同時にパスカルリードもかなり頑張ってついてきますね、はいはい、さあというところで登ってきているところなんですが、ブーニョはこの集団に戻ってきたという情報があったんですが、それと同時にですね、先ほど入った連絡で、はい、103キロ地点にあります食料補給地点、はいはい、これで不調であったグレッグレモン、彼がついにリタイアしてしまったようなんです。あ、レモンがリタイア、はい、はい、いやそれ浅田さん、ちょっとこれはびっくりですね。そうですね、調子が悪いとは言われてましたけども、はい、まさかのリタイアです ね、はい、そうなんですよね、グレッグレモンの姿がこの92年のツールドフランスからこの第14ステージラルプデュエゾを目指すステージで消えてしまっております。さあ現在画面が捉えました、これがトップを行っております5人です。199番のフランコボーナー、124番のヘッスモントヤ、52番エリック・ボワイエ、そして61番アンディ・ハンプステン、174番ヤン・ネバンというこの5人が今頂上を目指しているところです。さあその後ろ追いかけておりますが、この各ライダーたちの、動き、浅田さんの目からどのようにご覧になりますか。そうですね、今先頭にいる5人ですね、はい、3人、総合成績に引っかかってくる選手が、ボーナ・ボワイエ・ハンプステンですね、はいはい、ですけどインディライン、あとキャプチドの間はかなり空いてると思うんですよ、はい、ですからそうですね、後ろはそんなにまだ追いかけてますけども、そんなにこう目いっぱいはいってない状態だと思うんですよね。あ、はい、そうですか、しかしこれなかなか差が縮まらないのか縮めていないのか、このあたりは難しいですね。そうですね、まだ先が長いんですからね、あと10キロぐらいですか、はい、はい、まだありますん で勾配もだいぶきついんですよね。もうすでにこのラルプデュエゾを目指します長い長い坂に入ってきているわけなんですが、この坂はですね、まず手前の6キロからが 8.8%、 これ非常に辛くなっています。それからゴール地点まで 7.5 キロが 7.6% という大変にきつい勾配が続くわけですが、これ浅田さん、実は今日練習がてら走られたということなんですが、ちょっと朝登ってきたんですけどね、はい、かなりきついコースですね、ここは、はいはい、ですけどこのツールの選手はこの峠に来る前にさらもうすでに2つ峠を越えてきているわけですからね。そうですね、大きい峠を2つ越えてきています、はい、ですから疲労の方もかなり重なってるんじゃないかなと思います。なんかブーニョはこの集団からちぎれてしまったようです。ブーニョはこの集団からちぎれている、今トップを追っている集団がいたんですけれども、はい、インディラインの集団ですね、はい、この集団、この集団がですね追いかけるスピードを上げたために、ちょっと調子が悪いように見えましたブーニョ、これがまた集団からちぎれてしまいました。あ、なるほどね、前を行っております5人を追いかけているこの集団がだいたい3分ぐらいですか、福井さん、先ほどのね。そうですね、はい、先ほどの山頂でも一時ちぎれていまして、はい、その後下りで追いついたんですけれども、この上りに入りましてまたどうもついていけないようですね。そうですか、はい、浅田さんね、はい、レモンがもうすでにリタイアをしています。そしてブーニョがここで遅れてきたというのはまたちょっとこれも信じられないんですが、そうですね、ブーニョもレモンと同じくあまり調子が良くないですね、後半に入って、はい、さあ画面3分27秒と出ました。前を行きます5人と、そして黄色いインデュライン、あるいはキアプチ、赤玉ジャージを着ました、この集団との差が3分27秒という、現在の差を画面が表示いたしました。しかし本当にブーニョがね、はい、昨日あたりも途中でこうガクッとこうペースが落ちましたよね。そうですね、昨日のステージというのは8時間のステージということで、はい、かなり長いんですよね、普通のステージと比べて、はい、ですから食料の補給や水分の補給なんかにちょっと失敗したんじゃないかなと思うんですけどね、はい、ロンドンを使いましてパーンとブーニョが出ました。そしてインデュラインがすぐ反応して、その後ロンドンが下がりまして2人で一時期逃げました。そしてまた2人が追いつきまして4人になって、そこからインデュラインは何かアタックを特にかけたわけではないんだけれども、ブーニョが遅れてきたという。そうですね、そういうことってあるんですかね。そうですね、もう今日のステージでも昨日今日と走ってきてかなり峠を重ねてますからね、はい、やはり、体調も左右してかなりきついレースになってきてると思うんですよね、ブーニョには。なるほどね。さあ、ここまで13ステージまでですね 2558.5 キロをすでに走り切っています。そしてこのツールドラルプデュエズ、ツールドフランスは2745キロを走り切るということなんですが、もうすでに3000キロ近くまで来ているということで、このあたりやはり疲労というのがね、浅田さん随分あると思うんですよ。はい、そうですね、自転車の場合ですと、はい、他のスポーツ、マラソンなんか陸上競技と比べて、筋肉にかかる衝撃が少ないんですよ、はい、ですから他のスポーツよりも回復が早いと言われてますね、
まあ、それにしましてもね、これご覧の画面ご覧いただきますと非常にゆっくりしたペースで上がってるんですが、これ我々はとてもじゃないけども漕いていけないようなね、そういった坂なんですよね、これね。そうですね、普通の人だったらちょっと登れませんよね、このスピードで、はい、さあ、そしてこの漕ぎ方といいますか登り方なんですが、はい、何か特徴的なところありますか。そうですね、この自転こういった自転車っていうのは、足を固定するようなペダルになってまして、そうですね、前にこうボーダーといいますかついてますよね、はい、ペダルを漕ぐときに踏むだけではなくて、はい、実際引いてるんですよ。あ、引き上げてると、はいはい、ですから踏んで引いて踏んで引いてっていうテンポで。なるほどね、はい、はいはい、そういうことで非常に力をロスなく大きく与えていこうというところなんですね、はい、さあ先頭を行きます5人、こちらの5人を追いかけております。さあこの5人ですが、先ほど3分27秒差と出ました。3分27秒差と出ました。さあこの中では、この中ではどうでしょうか。さあ、こちらレモンです。レモンを画面が捉えました。補給地点でリタイアしたレモンの画像が届いておりますが、いやー、この表情ちょっと放心状態か。レモン飲み物を飲んでいますが、まさかのレモン、まさかのレモンのリタイアということ。今年4回目を全てをかけましてこの Z のレモンが目指しました。しかし第14ステージでレモンがまさかのリタイアということになってしまいました。さあそして3分ちょっと遅れまして追いかけております。赤玉ジャージ一番前を行きますキアプッチ、そのすぐ後ろインデュライン黄色いマイオジョーヌを着ております。3分17秒、10秒ほど縮まりました。3分17秒10秒ほど縮まりまして、前を追いかけます。さあこの辺りのペダリングです。さあ続きますキアプッチ、インデュライン、しかしこの両サイドがですね、非常にお客さんが多いんですよね、このダルプというやつはね。そうですね、今朝も自転車で上がっている時に、はい、もうすでにもう両脇にぎっしりのお客さんが、はいはい、見てましたね。さあこの画面になると非常にね、皆さんにもよくお分かりいただけると思うんですが、もう前の晩からといいますか昨日のもうすでに朝にですね、この車を止めてここの陣取りをね、はい、していたという話も聞いておりますが、ご覧のように大勢のお客さんが迎えますこのダルプデュエーズ。7年連続、86年から今年92年まで7年連続で、このダルプデュエーズをツールドフランスは訪れておりますが、本当にこういろんな、いろんなドラマが行われております、起きています。18回目、もう本当にこうレースを楽しむことをね、このラルプデーズの観客みんな知ってますもんね。さあ拍手を送ります、拍手を送りまして、この前を行きます集団を追いかけるこの大きな集団、インディライン、キアプッチ、こういったところ、こういったところに拍手を送ります。画面38番、リシャール・ビランク、ビランクもこれ実は頑張ってるんですよね、実は浅田さんね。そうですね、今年のツールツールの前半、はい、前半でイエロージャージ選手ですね、まだ22歳という若さで、はい、もちろん浅田さん一緒に走ったりもねなさったことあると思うんですが、はい、この選手は比較的山岳が得意な選手で、はいはい、これから山岳のステージですごく有望な選手と言われてますね、はい、さあそして画面変わりまして元ワンと出ました。元ワン、これがトップを行きます4人です。トップを行きます4人、この中の4人に関しては浅田さんはどういう感じで捉えてますか。はい、後ろと今3分空いてますが、はい、そうですね、総合成績に絡んでくる選手がですね、総合成績を見てもかなり遅れてるんですよ、はい、キアプッチ、インデュラインから遅れてますね、はい、ですからこのぐらいの差だったらまだそう詰める必要はないという感じですね。なるほどね、はい、この中で一番いい成績になっておりますのはハンプステンが8位というところにつけておりますが、そうですね、ですから11分の、ね、差がありますんでね、はい、インデュラインとしてはここはキャプッチをマークして、はい、キャプッチをできるだけ逃がさないようにする走りに専念してますね、はい、現在インデュラインとキャプッチの差は個人総合成績では1分42秒、もう3000キロ近く走ってきた中で1分42秒という差なんですね、これはね、はい、従いましてインデュラインはこのキャプッチをマークして、しかしこのインデュラインの強さというのがやはり去年もそうでしたが、今年も何かひしひしとこの辺りに出てきて感じますよね。そうですね、信じられませんね、もう簡単に何か信じられませんねというふうにね、一言で終わってしまいますけれども、それだけにこの強さというのが随分出てくるんではないかと思いますが、福井さんもね、はい、インデュラインをねずっとこうご覧いただいてまして、はい、この強さというのはどんな感じに捉えていらっしゃいますか。そうですね、彼自身も言ってるんですけれどもね、例えば昨日のステージありました、はい、ゴール手前で彼一度スピードが落ちましたね、あれ実はハンガーロックだったんだそうですよ。ハンガーロック、はい、はい、で力が尽きたということなんですけれども、彼曰く私自身もその他の選手と同じようにやはり苦しんでいるんだ
だと、うん、それを他の人が分かってよくこの表示なんかに出ないということで、分かっていないというだけなんだということなんですね、はい、あただしこれ逆にこのチームメンバーのですねデルガド、そういった常に脇に立っている選手の側から見ていますと、常に頭の中で何考えているのか同じチームメートの立場としても分からないというような意見がありますので ね、 ね、はい、本当にやっぱり不思議なこのすごい選手だという、ちょっと見えない部分がたくさんあるミステリーな選手ですよね。さあ前を行きます、まあ、4人との差が3分01秒まで縮まってきましたが、今の福井さんの話の中に浅田さんね、ハンガーロックという言葉が、ハンガーロック、はい、これはどういうことなんでしょうか。これは簡単に言うと、はい、あのお腹が空いた状態になるということなんですけど、はいはい、運動中にですね、はい、急にもうお腹が空いて力が出なくなってしまう状態なんですが、はい、運動中ですともうお腹が空いたと思ってから食べ始めても遅いわけなんですよ、はい、ですからそこをちゃんと計算して選手を走らないと、うん、昨日のインドラインに のようなひどい目に遭う場合もありますよね。まあ、あの車でいういわゆるガス欠の状態、ね、という感じなんでしょうか、はい、いくら他が整備されててもガソリンが入ってなければ車は動きませんよね。昨日もこの画面中央に黄色いジャージ今井上の来ましたインドラインが、キャプチに対しましてね1分を切るところまでずっと追い上げてきて、はい、その後ボーナーに抜かれてしまったんですよね。そうですね、やっぱり8時間という長いステージ、それにいくつもの峠を越えてきましたから、インドラインが少しそれを甘く見てたというか、はいはい、しかしあんなにこう急にペースダウンをするもんなんですか。そうですね、本当にエネルギー切れですから、うん、浅田さんもそういう経験何かね、はい、終わりだというふうに伺いましたが、恥ずかしい話、はい、よくあるんですよ。あ、はい、かなり前で逃げてますとだいぶそのゴールを目指すことだけに神経を集中させてしまうんで、はい、他のことにこう気を配るのをおろそかにしてしまうこともあるんですよ。さあそういうことは今日はまあないでしょう、そのあたりもちろんね昨日のことがありましたので ね、はい、よく考えてもちろんインデュラインも行ってるでしょう。現在インデュラインは前を行きます4人を追いかけております。その4人を追いかけて先ほどもちょっと水筒などの水をで、喉を潤しましたが、今日も非常にこれ暑くなってますよね。この辺はどうですか。そうですね、暑い時のレースですとやはり水分の補給っていうのは、はい、一番気をつけなくちゃいけませんね。気温も30度ぐらいですね今。そうですね、まあ、時折こういったあの木立の下を通りますと影がありますけれども、はい、ほとんどこれ炎天下を走ってるわけですね。そうですね、ですから選手たちここまで来る間に5、6リットルの水は飲んでるんじゃないかと思いますね。あ、まあ、そういう中で本当に過酷な中でレースが行われております。まあ、今ご覧いただいてこれはお客さんですよね、観客ですよね。観客です、私のはね、はい、はいはい、はい、周りにおりますこのレーサーたちを励ましている観客からもこういった飲み物が与えられます。それに助けられながら、レーサーたちはどんどん前へ行くわけですが、さあこれはトップを捉えているんですが、また一人これはちぎれていったようです。また一人ちょっと落ちていくようなそんな感じになってきました。ちょっと画面で確認してみましょうか、ボーナはいますね。そしてハンプステンもおりますね。それからボワイエもいますんで、ヤンネバンですね、174番ロトのヤンネバンがちょっと遅れたようです。ヤンネバンがちょっと遅れてきたようです。あー、坊やからのね水を取ろうという52番のエリック・ボワイエ。まあこういった非常に温かみのあるレースというのもこのツール・ド・フランスですが、ヤンネバンがちょっと遅れてきました。これは前が少しアタックいったのか、あるいはやはり力尽きてきているのか。はい、浅田さんどうですか。このヤンネバンっていうベルギーの選手ですね、はい、ベルギーの中では比較的山の得意な選手なんですけども、はい、やはりベルギーという国柄、山のないところですから、やはりアルプデュエーズは少しきつすぎたかなという。あ、はい、なるほどね。さあヤンネバン174番ロトのヤンネバンが、ここでちょっと下がってきてしまいました、こうなりますと間もなくねこういった集団飲み込まれ、あるいはその後ろにね、どんどん行ってしまうこともあるかもしれませんけれども、福井さん、ヤンネバンがね、はい、落ちてきました、2人が脱落してきましたね。ああ、また1人、そして今度はボワイエがちぎれてしまいましたね。ボワイエが、これハンプステンがかなりこれ揺さぶりをかけてるんじゃないでしょうか。なるほどね、61番アンディ・ハンプステン、今ちょうど腰上げであのダンシングスタイルで踏んでましたよね、はい、スピードを上げていたんだと思います、この後ずっと上りですから、力を貯めていたのをそろそろ解放し始めて、彼も山非常に得意な選手ですからね、はい、ハンプステン、そろそろゴール前に、後ろの方に揺さぶりをかけて振り落としていこうと思ってるんだと思いますよ。なるほどね、ただこの山のスピードって言いますのはね、
急激な速度に、対応する選手としない選手というのがまずありまして、はい、ここで一旦ちぎれてもまた戻ってきてしまう場合もあるんですよ。ですからもうしばらく見ていませんと、ボワイが本当にこのまま後ろに下がってしまうのか、あるいはまた追いつくのか、ちょっとわからないところなんですね。はい、さあこの辺りが、まあ、ボワイエにとりましては踏ん張りどころなんでしょう。さあご覧のように、ご覧のように観客からも水が首のあたりにかけられました。選手に対して首のあたりに水がかけられました。 GBMG のフランコボーナーに対しまして水がかけられております。ご覧のように風船を持っての応援、あるいは旗を持っての応援、本当にお客さんがそばまで来まして生に声をかけているというところなんですが、トップとインデュラインたち、がおります集団との差が2分55秒、先ほどからまたちょっとだけ縮まりました。またちょっとだけ縮まりました。ダルプデュエゾを目指します第14ステージですが、ちょっとさあここで、さあここでハンプステンでしょうか。ハンプステン、ハンプステンがまた出ましたね。これ出ましたね。さあどん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 とハンプステンが何かアタックをかけている、アタックをかけている。これにボーナーがついていけるか、ボーナーがついていけるか、苦しいところ、苦しいところ、ボーナーがついていけるか。ハンプステン、ハンプステンがまた前に出た。ハンプステンが前に出ました。ダルプデュエズ、ダルプデュエズを目指します。登る距離はあとわずかなんですが、これが全て上り、これが全て上りです。61番アンディ・ハンプステン、アメリカの選手、モトローラーのアメリカの選手がぐい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 と差を広げていきます。さあ前を行きますハンプステンです。ハンプステンがポーンと前へ出ました。そしてあっという間に、あっという間に何か差をつけたなというそんな感じになってるんですが、福井さん非常にいい感じでね、ハンプステンが前に出ましたよ ね。いいスピードでヒュッと前に出ましたよね。思わず後ろのボーナーがついてこれなかったというところなんですけども、このボーナー今ちぎれてしまいましたけれども、昨日と一挙と非常にいい走りを見せてくれてますよね。そうですね、さあそしてこの後続集団なんですが、はい、福井さんこれなかなか差が縮まらないというのはどうなんでしょう。やはり、この中にいますキャプーチ、これはインデュラインをかなり意識しないと走れませんよね。ですからそこのところで自分だけが足を使ってしまって、自分の力でこの集団のスピードを上げるということはやはり抵抗があると思うんですよ、キャプーチにとってね。そうです、はい、逆にインデュラインにとりましては彼自身格としてですね、のあまり無駄なエネルギーは使わないという走り方ですね。つまりインデュラインはキャプーチに対してのタイム差が気になるわけですから、キャプーチが行かなければ自分は出す、アタックをかけて飛び出る必要はないと、はい、そういうふうに考えているわけで、それがこの集団のスピードにブレーキをかけている原因になっていると思います。なるほどね、はい、キャプーチとしてはこれ実は前本当は行きたいんですよね。行きたいと思います。ただしこれヒュッとアタックをかけて前に出てしまいましても、すぐにインデュラインが対応してきますね、はい、真後ろにこうついてますから、そこでもう本当に後ろに1回先頭交代を変わったところで出るとかですね、何か、隙を見つけてしまわないとアタックかけられないんですね。こういったところ、浅田さんどうなんですか。キャプチャーできればね、今1分42秒遅れてるわけですが、はい、当然差を詰める、あるいは逆転するためにはこの三角しかないわけでしょ。そうですね、キャプチーもまだ距離を測って、アタックのタイミングを 見てると思うんですよ、はいはい、まずキャプチは今日山で差をつけておかなければ、この後の個人タイムトライアルで、そうですね、逆転されてしまいますから、逆転というか、差をまた、ね、つけられてしまうわけですよ ね。 そうですね、はい。さあ画面前を行きます、ハンプステンを捉えました。昨年のツール・ド・フランス総合成績は8位という成績が残りました。この選手は浅田さんどういう選手で捉えていらっしゃいますか。はい、上りの得意な選手で、はい、ツール・ド・スイス、ツール・ド・スイスというのはスイスの一周レースがあるんですけども、はい、そういったレースで活躍している選手ですね、まあ、レモンが今日リタイアをしてしまいました。レモンはね、今年この後どうなるかちょっと心配になってしまいますけれども、アメリカの選手ですもんね、この選手もね。そうですね、観客からのちょっと水をかけるのはいらないという感じで手払いのけましたが、さあそしてそれを追いかけます、これはボーナーでしょうか。いやちょっと画面、ボーナーかどうかの確認は取れませんけれども、単独で走っております。フランコボーナー非常にいい機能走りをしました。ボーナーが追いかけているというところですが、さあご覧のように万葉城の来ましたインデュライン、あるいはキアプチとの差がまた3分07秒開きました。3分07秒開きました。福井さん、またちょっと開いてきましたね。そうですね、もう先ほど浅田選手が言いましたようにね、はい、もう完全にハンプステンの方は自分のペースで、ゴールだけを目指して走っていればいいんですけれども、そのすぐ後ろについてた、ハンプステンがちぎった選手に関しましてはもう力尽きて後ろに下がってきますね、はい、でそのさらに後ろにいるこの集団が、これがなかなかのスピードが上がれないというところで、
このタイム差がじわりじわりと開いていく、そういう傾向になっているんだと思うんですけれど、このままでいくとこのハーフステイどうやら今日のステージ逃げ切りそうな雰囲気ですね。まあそれにしましてもご覧いただいておりますように、はい、両サイドの人波がさらに増えてきました。昨日夜我々もね福井さん上がってきました、はい、その時もだいぶ人がいるなとは思ったんですが、もう車の列がぎっしり詰まっててなかなかホテルにたどり着けないような状態でしたよね、はい、そういう中でご覧のように、ああ正常期です正常期です、ハンプステに対して正常期、いやこれは何か粋なお客さんですね、赤玉ジャージを着まして正常期、こういうのは福井、はい、さんもね嬉しいと思いますよね選手ね。そうですよね、やはりああいった大きいものっていうのは苦しい時も見れますからね、励ましにはなりますね。浅野さんどうですか、こういうものポンと見えた時。はい、そうですね、こういったレースでもし自分が走ってて、日の丸が見えたら、やっぱり嬉しいですよね、はい、やはりあの最後の力を振り絞るためにね、大きな起爆剤にこれなるわけですよね。そうですね。さあ現在6人の集団になっています、6人の集団になっています、前を言っておりましたフランコ・ボーナーなどもこの中に入ってきているようです、ボーナーなども入ってきているようです。6人の集団が前を行きます、アンディ・ハンプステン、アンディ・ハンプステンを追いかけています。画面ご覧いただけますでしょうか、前の方に遠くに見えております、遠くに見えております、ここがラルプディエズ、ここがラルプディエズ、今日 186.5 キロを登り切った、ここがラルプディエズの頂上です。本当にこれは長い、15キロぐらいの間をずっとこれ最後登り続け、まあ、今日は特にね 186.5 キロという中に、超級カテゴリーの山がこれ3つあるという、3つもありますね、はい、2640メートルというガリビエ峠、はい、それから2067メートルというクロワデュフェール峠、そしてこのラルプデュエツというところなんですが、この設定だけでも我々に言うと選手たちにとっては気の毒だなというそんな気もするんですが、そうですね、これはそうですね、日本でいうと富士山の麓から5合目まで、はい、道路がありますよね、はい、これを3回登るようなコースですよね、途中に日本の皆さんにはね、その方が非常にイメージ強いと思うんですが、でも勾配の方はこっちの方がはるかにきついと思います、はいはい、今日の登りの中では一番大きいところでこのラルプデュエズの最初の6キロの登りなんですね、 8.8%、100m いる間に 8.8% 登る、福井さんこれ 8.8% の勾配というのは我々ね、はい、言葉で言うと簡単なんですが、はい、そうですね、やっぱり普通自転車競技に馴染んでない方が峠行かれますよね、はい、そしたら大体押されてしまうと思うんですよ、はい、である程度自転車に乗ってられる方がこの 8.8% を行きますと、それでも毎週乗ってるような人でなければちょっと登りきれないかなというような坂、そのぐらいのきつさがありますよね、そういったものをいくつも超えてきてるわけですから、やはり超人と言わざるを得ない、そういう感じがしますね。そういう中で3分の差をつけまして、今ラルプデュエズゴール地点を目指そうというこの61番のアンディ・ハンプステンです。アメリカの選手、モトローラーの選手です。さあ残り4キロになりました、残り4キロになりました、この辺りの平均勾配は 7.6%、 それまでから比べますとちょっと緩やかにはなるんですが、浅野さん、しかしこの辺りに来るともう緩やかとかなんとかつってる感じはないでしょうね。そうですね、まあ、ちょっと水を嫌がってますね、ハンプステン今。この水を嫌がってっていうのはどういうことなんでしょう。これはちょっと体が冷えるんでしょうかね、かなりこう標高も上がってますね、はい、下の方から比べると、かなり気温の方が下がってると思うんですよ、はい、あ3分32秒、3分32秒、これはなんかタイム下がってきましたね、スピードが急に遅くなったんで、これもハンガーノックになりかかってるんじゃないでしょうかね。ハンプステンですか。ハンプステンの方が急になんかペースがさっきに比べるともう明らかに落ちてるように見えるんですよ。そうですか、さあ昨日のインデュラインもありました、インデュラインもあったんですけれども、このハンガーロックお腹が空いていわゆる車でいうガス欠の状態になるということなんですが、さあ追う集団が5キロです、追う集団が5キロ、さあここからも観客から水が与えられています、水が与えられていますが、前を行きますハンプステンを追いかけております。しかし先ほど何かちょっと食料もね後ろから出しまして食べようというそんな感じもありましたが、はい、残りあとわずかですから、この辺りは持ってほしいですよね。そうですね、もうここで食べても遅いんですよね、できればふもとでしっかり食べておけば、はい、さあご覧のようなヘリコプターからの映像です。正常期を持ちました、そのお客さんがこのハンプステンの後を走っていきます。ご覧のように両サイドいっぱいのお客さん、このラルクルエズに集まっております。7年連続でこのラルクルエズは大きな舞台を迎えておりますツールドフランス、この今日は第14ステージです。さあインデュラインが今前を出てこの集団を引っ張ろうというところでしょうか。キアプッチがその後距離
かりと、まあ、ついていっているというそんな感じになっております。大きな集団が3分ちょっとの差をつけました。これしかし福井さん、後ろの方がやっぱりちょっとペースが上がっていないということにもなるんでしょうかね。はい、あ、後ろの方の集団ですか。3分32秒、ね、ちょっと開きましたが、ですから先ほどから言ってますように、この逆位置というインディライン、この2人はお互いを見つめてますから、なかなかスピード上げにくいですね。はい、この集団の中では、例えばチュニス、この差が強いオランダ人なんですけれども、はい、この選手でしたらば飛び出してもこの2人がそれほど真剣になって追いかけないかもしれないですね。なるほどね。ですからその辺が一度この集団のバランスを崩して、くれるような動きをすれば、この集団のスピードがまた再び上がるということも可能なんですけれども。そうですか。ね、はい、あとこの周りから来ているこの観客ね、はい、ずっと寄ってますからね、飛び出すに飛び出せないという状況はあると思うんですよ。そのあたりもあるかもしれませんね。はい、まあ、お客さんが両サイドに本当は、ね、いてくれるのが一番いいんでしょうが、画面ご覧いただきますように、路面には各選手のこう名前なども書いてありますんでね、これがもうあまり縮まりますと見えなくもなってしまいますし。そうですね、せっかく前日からね書いたんですけれども、はい、こうやって人が乗ってしまいますと見えないですよね。はい、しかしこれ一生懸命みんな前の日から来て、そうなんですね、ひいきの選手の名前書いていくんですよね。少しでも自分が選手の力の足しになれればと思って一生懸命なんですよね。インディラインあるいはブーニョといったところの文字がね数多く見られるわけですけれども、これも浅田さん、選手に大きな励みになりますね。選手にとってはありがたいですね。あ、さあハンプステンを追いかける集団、前を行きますのがインデュラインがこの集団の前に行っております。しかしこの辺りはキャプチにとりましては、やはり前に行けないと差をつけられない、あるいはこの山岳でどうにかしたいというのがあるんだと思うんですよね。そうですね、キャプチにしてみればここで絶対にインデュラインを離しておけなければなりませんよね。はい、ですけどインデュラインにしては絶対に逃がしてはいけませんね。まあ、それにしましてもここを見てもですね、本当に強いなという印象、先ほど何度か言ってますが、インデュラインというのはこれなんでこんなに強いんでしょうかね。そうですね、やはり素質と恵まれた環境でしょうね。ひとみさんはいかがですか。はい、この本当にインデュラインの強さがね、そうですよね、何度も言いますが目立ちますよね。チームメンバーの人もね、よく言ってますのが、その彼はこのそれこそ家に帰って実家の仕事を手伝うような形で自転車競技、軽く自転車を踏むような形でもうあちこちらで大きなレースに勝ってしまうと非常に体力的に恵まれた選手だということですね。しかしちょっとこのハンプステンの前が気の毒ですね。これ前をコースを開けてあげないと気の毒だ、前コースを開けてあげないと気の毒なくらいにお客さんが出てきてしまっています。ご覧のように遠くにご覧いただけますでしょうか、コースのなりにですねずっと人がいるということで、ビランクがちょっと遅れています。これは相当スピード上げてきてるんですね。インデュラインの方がインデュラインが引っ張ってきたと、これキャプーチがちょっとタイミング逃しましたね。ここから力をインデュラインが出し切りますと、キャプーチがここで入れ替わるということはまず無理でしょうからね。そうですか、はい、はい、さあ残りずっと上りが続いています、ずっと上りが続いています。169番はウンザガです。さあこの辺りでこの選手もちょっと遅れそうですね、福井さんね。そうですね、これもついに先ほどまではなんとか食い下がっていたんですけれどもね、はい、やはりトップを行く2人の力とはレベルの差があると思います。はい、浅田さん、こういう時つらいでしょうね。そうですね、この、まあ、前の2人は守るイエロージャージと、山岳賞のジャージですね。はい、この2つの守りに入ってますから、ええ、やはり他の選手とは違ったまた自覚みたいのもあるでしょうね。さあインデュラインをぴったりと21番のキャプチがマークをして、本当はマークというよりもここで前に出なきゃいけない、キャプチが前へ出て本当は行かなきゃいけないんですが、これはちょっとタイミング的に浅田さんならどういう感じでいきますか。浅田さんがキャプチなら、そうですね、もう絶対にイエロージャージのインデュラインを離さないように、はい、うん、もうこの場合ですとハンプステンは無視ですね。あ、はい、さあボーナーを捉えました。昨日は2位というところでゴールしました。さあインデュライン、そしてキャプチ、もう何が何でもこのキャプチ実は出てってもいいんじゃないかという気もしないでもないんですが、そうですね、ここは一つアタックしないと、もうここからじゃちょっと遅いんじゃないかなと思うんですけどね。なるほどね、はい、さあ後ろハンプステンがちらっといまして2キロ地点を通過、まあ、先ほどから4キロ地点3キロ地点、ね、通過してますが、非常にまあペースが遅くなっています。それだけこのきつさというのを皆さんにはお分かりいただけると思いますが、ご覧のような大勢です、数十万人がこの一つの山ラルプデュエズに集まってきております。福井さん、今年もこれすごいですね。そうですね、これはもう毎年のことなんですけども、よくこれだけの人間がこんな細い山道に入ってきたなと驚かされますね。はい、もう人の壁でずらーっとつながってますよね。選手が通る瞬間にだけこう周りにさっと退いていくんですけれども、
まあ、このラルク・デュエズというのは数々のドラマを生み出しまして、はい、あのジンクスとしてラルク・デュエズを制した者は、ね、ツールを失うなんていうふうにまで言われまして、ブーニョが、ね、やはり2年続けて、はい、このラルク・デュエズは制したんですが、今年もやっぱりね、総合成績どんどん落ちてしまいますよね、これではね。そうですね、もうアルプスで優勝どころの騒ぎじゃないですからね、はい、今年のシーズンこれ一本に絞ってきたブーニョにしては本当に泣くに泣けないステージですね、今日は。そうなりますね、はい、さあちょっと傾斜が緩やかになりまして、ハンプステンのペースが少し上がりました。一方このインデラインキャプチにとりましてはまだまだ傾斜が続きます、まだまだ傾斜が続きます。そして、まあ、今年のツール特徴的なのは非常にあのリタイアが多くなっているなという、そんな気もするんですが、福井さん、現在まで今日のスタート段階で148人ということで50人がこう実はリタイアしてるんですね。そうなんですね、昨日のこの山岳ステージのこの峠の重さ、これはこの10年来で一番きついんじゃないかと言われるぐらいですね、まさに殺人的なコースだったわけです、はい、これにはこの起伏が強いというそれだけのことをプラスして、この天候がねもうカラッと晴れた時期で、あの路面からの照り返しもかなり強かったですしね、本当にこの乾きと、峠の勾配の強さ、この両方にこう打ちのめされて、どんどんとこの峠は苦手な選手、うん、あの後ろの方でリタイアしていきましたよね。そうなんですね、はい、浅野さんね、はい、昨年その前というのは 80% ちょっと切るぐらい、 78% あるいは 79% という完走率があったんですが、はい、もう今年はすでに 74% 台、75% 切って、今日も、まあ、レモンをリタイアしてますしね、非常に過酷になってきてますよね。過酷ですね、ピレネーの山岳が少なくなったということで、はい、アルプスにかなり重点を置いております、はい、それにスピードですね、レースの平均速度が主催者側が設定した速度よりもかなり速いペースで一番に来てるんですよ、はいはい、ですからここら辺がそのレースを過酷にさせた原因だと思うんですよね。さあ残り1キロ、残り1キロをハンプステンが過ぎました、残り1キロをハンプステンが過ぎました。そのハンプステンを追いかけますキアプッチ、そしてインデュライン。さあ今キアプッチ画面右側に見えます赤玉ジャージ、マイオ・ア・ポワ・ルージュとも呼びますが、この赤玉ジャージは山岳賞、山岳で現在一番ポイントを稼いでいる選手に与えられるジャージです。そのジャージを着ましたキアプッチ、そして総合成績で1位いる選手に与えられますマイオ・ジョーン、マイオ・ジョーンを着ましたインデュラインが追いかけているというところです。そして199番フランコ・ボーナー、昨日非常にいい走りしました、そして今日もこの山岳でいい走りを見せています。ボーナーこれ頑張ってますね、浅田さんね。そうですね、これこのまま後ろに追いつかれないで自分のペースを守って、はい、ゴールまでたどり着けばいいと思いますね。さあそのパワーがどの程度残っているかがこのボーナーにとりましては課題になるんでしょう。さあそしてキャプチインデュラインをまた捉えております、これ残り2キロぐらいのところだと思いますが、画面ご覧いただいておりますように2人の両サイドにはお客さんがいっぱい、そして道路には文字が書いてあります。昨日あるいはその前からもちろん来ているお客さんも数多くいると思います。このラルプディアズには数十万人という人が今日このゴールを見るために集まってきております。この走りを見るために集まってきているわけです。キャプチがちょっと前へ行こうというところですが、ちょっとアタックするためには距離がありません、残っていません。さあハンプステンが戻ってきました。さあゴールが見えてくる。88年ジロ優勝、86年はツールドフランス新人賞も取りました。昨年は総合8位というハンプステン、現在も総合順位の8位というところなんですが、非常にいい走りを見せました。アメリカモトローラーのハンプステンです。ハンプステン、このハンプステンが今間もなくゴールを迎えようというところ、アンディ・ハンプステン後ろを見ました。投げキスをしながら万歳をして今ゴールを進行しました。ハンプステンが第14ステージラルプ・デュエズを制しております。さあそしてこちらがインデュラインとキアプッチ最後になります。インデュラインとキアプッチ最後になります。最後のゴール勝負というところですが、インデュライン、キアプッチ、インデュラインが前だ、インデュラインが前、マイオ・ジョーノを着たインデュライン、マイオ・ジョーノを着たインデュライン、本当にどこでも強い、山でも本当に強いという、そんな感じになります。さあキアプッチが前へ出ますが、インデュラインがそのすぐ後でゴールインをいたしました。キアプッチ、インデュラインもゴールをしています。さあということで今日の第14ステージ順位をご紹介してまいりましょう。1位はアメリカのハンプステンが入りました。2位に昨日に続きましてボーナが入っています。 GBMG です。以下ボワイエ、ネバン、そして5位にキアプッチ、6位にインデュラインと続いたのが今日第14ステージの結果でした。
さあそして個人総合成績です。インディラインがマイオジョーヌを守っています。このままパリまで来続けるんでしょうか。そして第2位にはキアプッチ、そして3位に今日1位で入りましたハンプステンが入っています。そしてブーニは5位というところに下がってしまいました。この後はどうなるんでしょうか、気になるところです。さあというところで浅田さん、はい、今日のレースどんな感じでしたか。そうですね、昨日に引き続き非常に厳しいコースでしたね、はい、それにまたスピードも、まあ、昨日と同じくかなり大幅に予想よりも速いレース展開でしたね、はいはい、その中でキアプッチが、インディラインに差を今日この山岳のステージでつけられなかったってことが、うん、明日からのレースにかなりインディラインに有利な展開になるんじゃないかと思うんですね。なるほどね、はいはい、さあそして福井さん、いかがですか。そうですね、やはり大体同じようなもんなんですけれども、今日のステージで活躍しているのがやっぱりインディラインと、ブーニョ、この2人だと思うんですよ。もちろん今日の区間優勝はハンプステンが取りましたけれども、もう圧倒的な強さでこのインディラインがこのツール全体をこうコントロールしているような、はい、そんな感じでありますね。そんな感じを受けましたね、うん、はい。そういう中でしかしキャッチもねよくやってますよね、そうですね、もう数年前2年3年前に比べますともう格段の強さをつけてきますよね、うん、安定した走る山でも見せてくれました、はい。ということで第14ステージラルプディアズ 186.5 キロをお伝えしてまいりました。浅田さん、そして福井さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。マスティフォーマーシュジェコムソルラモンタニューイシドラリベトレビットメセルイキビエンアマルエqui reste là pour la montée. Et dans les derniers 4 km, c'est lui qui roule. Vous avez vu que c'est difficile de détacher lui. この放送はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。